ハロー YouTube、 こんばんは、えだちゃんです。私ね、3連休なんですよ、お仕事がね。それで、まあ1日2日3日と今2日目なんだけど、まあお買い物行ったり遊び行ったり、まあ暇だったです。で、なんかね、やっぱりさ、ほら、この前は胃が調子悪いって言ったじゃない。で、今日さ、ツイキャスしながら言ったんだけど、なんかこっちのね、目玉のまぶただけすごい、あの、顔面神経痛、ピク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 言うのよ。これ、お年いった方だったらわかるかもしれないけど、ピクピクするのよ。まあ、たまにはあったよ。でも、あー、今もわかるかな。わかるかな。良くなったかなと思うとピク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 言うのよ。なんかまあストレスとか眼精疲労、そんな目使ったかな。なんかね、今日はひどいです。胃の方はね、おかげさまで、この前ガスター101錠飲んだっきり、良くなりました。食欲も出てきたんで、まあ、胃の方はね、フライを食べてないので、だましだまし。それでですね、さっきちょっと、YouTube の方の返事を書いてて、さっきね、名前出すよ、つって、まあ、チャンネルさんでいいのかな、まあ、チャンネルさん。ね、チャンネル登録、この人もある、たくさんあるんだけども、前、ドンキーで買った、禁断のコーラ。ショコラってこれ、チョコレート？それと、禁断のラムネ？ラムネ、飴じゃないの？ラムネ風味の弾けるチョコって、ラムネ風味の、弾けるチョコなんだって。私飴かなんかかと思ってたの。季節を味わう新感覚のショコラにコーラ味登場、今年も解禁、ひやり弾ける美味しさ、カリッと癖になる。なんだ、チョコレートで、ね、こっちが美味しい、こっちがまずいだっていうね、もう一応ネタバレもらってるんだけど、まあ私的にね、ちょっと味覚がみんなとどのように違うんかね、ちょっと食べてみたいと思います。なんかこっち美味しいらしいんだよね。禁断のラムネ。お、ちょっと開けて食べてみよっか。今年も解禁って毎年やってんのかよ、これ。よし。じゃあ、開けてみます。うわ、匂いあれじゃん。匂い、嗅いだことあるぞ、この匂い。ラムネ。なんだっけ？なんか飴玉だよ。はい、中身。なんだこれ、カビの生えた怪しいもの。うーわ、これどうなんだ。じゃね、食べてみたいと思います。実食。中身わかるかな、これ中に白い、食べた時はラムネ、やがてホワイトチョコが一瞬やってきて、なんだろう、食べたことあるぞこれ。チョコではないな。
駄菓子、ハイチュウだ、確か。あ、違う、プッチョ、プッチョのソーダ味だ。どっから出してんのこれ、カバヤだって。プッチョってどこだっけ。プッチョに似てる、プッチョのソーダ味だ。うん、私プッチョも好きでよくプッチョ食べてたから、プッチョのソーダ味によく似てる。チョコレートと思って食べない方がいいかも。目つぶって食わされたら、味はプッチョ。うん、こっちこと思って食べない方がいいかもね。グミ感覚で食べた方がいいかも。じゃあ次。なんかあんまり評価が良くなかったらしいけど、この禁断のコーラ、こっち食べてみたいと思います。おお、匂い、やっぱりこんな感じ。よし、食べてみます。わかりやすい。なんか、コーラと、なんだ？うん、中はチョコでしょ？中が、新感覚ボール。あのね、美味しいかまずいかは、あんま大差ない気がするけど、こっちのまぶたがコーラを食べた時にピクピクが多いってことは、コーラとつけがたいね。まずかないですよ。うん、私は好きだねこれ。ジャッジ。こっちかな。やっぱりラムネの味が強いですね。こっちも美味しいですよ。やっぱチョコって感覚で食べない方がいいかもね。プッチョとか、ああいうプッチのソーダ味とかコーラ味ってあるじゃない。あれを食べで、プッチョが好きな人は、これは案外好きだと思う。私ね、これ、この前の一平ちゃんのショートケーキ味じゃないけど、これはね、また買いたいと思いますよ。うん。チョコの風味はほとんどないね。チョコレートってなってるけど、違う新感覚の、ラムネとも言えないけどね。うん、新感覚のお菓子だと思って食べてください。これね、おすすめ。これ、ドンキーで買ったんだけれども、他ではね、ちょっと見たことないのね。これ売ってるとかあったら教えてください。うん。ドンキホーテで、実はこれ、売れないんだか、ネーミングじゃない、売れないんだから、すごいね。お買い得だったのよ。確かね、もう50円ちょっとだと思ったよ。もう、ワゴンの製品になってたのね。どんだけクソまずくて買わないで、みんながさ、すごい山のようにあったわけよ。食べてみたら、私はね、これ、もっと買ってもよかったかなと思いました。これ、たくさん食べるとちょっとね、胃がやばいかもしれないからね。これ、ちょっとずつ、また、うちのスタッフが、美味しくいただきました。食べるよ、私も食べるけど、私もね、お父ちゃんスタッフにちょっと食べさせてあげようかなと、思いました。これ禁断の、チョコシリーズ、うん、これは美味しいと思いますよ。皆さんよかったら、ぜひ買ってみてください。うん。
ゲップ、あの、ゲップが出たってことは胃の調子が良くなったってことだからね。そう、いいですね。まあ、こんな感じで、変わったお菓子、まだいくつかね、ここの秘密のカーテンの中にあるんで、まあ、胃の調子が、どんどん良くなり次第、またこれね、食べてみたシリーズ、これやっていきたいと思います。では今日ね、まーちゃんねるさんにね、味を教えてもらった、禁断の、コーラと禁断のラムネのレビューでした。よかったら皆さんチャンネル登録お願いします。もうすぐ200人いくのかな。200人いったらね、恐怖のメントスコーラが待ってる。無理にとは言わない、無理にとは言わないが、下にある、お猿さん、そこをクリックしてください。それでは今日もどうもご視聴ありがとうございます。じゃあねー、バイナラ。